近所に IMAX シアターができたので早速やってきました。本当に IMAX って書いてある。おー、かっこいい。さて何を見に来たかというと RRR です。 IMAX で RRR 見れるなんて最高です。見てきました。やっぱり IMAX で見る RRR 最高ですね。料金は普通のと比べて高いけど、今までは大阪まで行かないと見れなかったので、だいぶ交通費が浮いた分安く感じますそしてまた別の日、また IMAX で映画を見に来ました。ミッションインポッシブル、予告見たけど面白そうでした。インディ・ジョーンズもやってますが、私が見るのはジブリの君たちはどう生きるかです。全然映画の宣伝をしていないということで、早く見に来た方が席が空いてそうと思って早めに見に来ました。絵が綺麗だったので IMAX で見てよかったです。君たちはどう生きるかについて見た感想、これから見る方に伝えたいことは、見てて戸惑う人は多いって思います。私もちょっと戸惑いました私なりに考えたんですが、この作品は何これどういうことっていう戸惑いを楽しむ映画なので、それでいいです。予備知識を入れていくと楽しみがだいぶ減るので、あんまりおすすめしないです。それはちょっとっていう方は、そういう方は都市伝説の話を聞く気分で見るといいんじゃないかな。キサラギ駅とか口裂け女とか、そういう感じの話を聞いてる感覚で見て、あ、違う、そうじゃないって思ったら、そっちへ気持ちをシフトするというのがいいんじゃないかな。ここからはネタバレありで、見た人じゃないとわからない話をするので、まだ見てない方は映画をご覧になってからまた来てください。では行きましょう。ただの感想なので大したことは言いません。話半分で聞いてください。この映画、私のファーストインプレッションは面白かったです。今までのジブリにはない、ジブリっぽくない演出がところどころにあって楽しかった。主人公のママ母である夏子さんの登場シーン、あれパプリカっぽいなって思いました。あの色気の出し方ってパプリカでしょう。あ、パプリカって言っても米津さんでなくて、今サトシ監督のアニメの方です。そういえば主題歌に米津さんが起用されたのは、米津さんのパプリカを聞いたのがきっかけだそうですね。主題歌好評みたいですね。実は私あまりよく聞けてないんですよ。というのも、映画館で売られているフレーバーソーダを買うと、今画像に映っているコースターがもらえるというので買ってたんですが、エンドロールの段階でいっぱい残ってて、あれちょっと量が多すぎだと思うんです。映画館で飲み物ってそんなに飲まないですよね。トイレに行きたくなるし、半分でいいんじゃないかな。まあそれでエンドロール中に急いで飲んだら、炭酸なので咳込みそうになっちゃって、それを我慢するのに必死で何も聞いてませんあ、話がそれましたね。主人公が寝てるシーンを見て、エヴァのシンジ君みたいだなって思いました。性格もシンジ君みたいな子ですよね。ああいうキャラもジブリでは珍しいですよね。あとね、お屋敷すごい、あれ事故物件っていうか、どう見てもお化けが出そうです。最初女中のおばあ様方は本当に生きてる人間なのかって疑ってましたジブリでは怖い演出っていうのはありましたけど、ああいう不気味さって今までなかったと思う。これは面白いことが起きそうだとテンション上がりました。さらに人物はアニメなんだけど、背景は水彩画みたいな、ここは現実なの、それとも絵の中の虚構の世界なのって思わせる、あれも良かったですね。さらにそれを映えボケさせたりして、カメラを意識したような表現もあったりして、映像は躍動感があってすごかったですよね。さすがっていうか、何もなくても何かありそうな凄さがありましたよね。
火の表現もすごかったですね。主人公の夢の中でお母さんが火に巻かれて昇天していく場面はちょっとうるっときました。あの病院の火事、お母さん、ヒミは記憶を持って元の世界に戻ったんでしょうか。元の世界に戻るシーンで主人公が戻ると火事で死ぬんだよって言ったら、ヒミは戻るよ、あなたを埋めるなんて素敵じゃない、火に巻かれて死ぬのもいいじゃないって元の世界に戻っていくんですよね。そんな考え方あるんだって驚きましたね。あれを見てシャドウハーツのことをちょっと思い出しました。シャドウハーツは昔のゲームです。プレイステーション2だったかな。その中であるキャラが言うんです。あなたが私を愛してくれたことを分かったから。このシーンは見た時は全く意味不明でしたが、意味が分かった時は泣きました。あのゲーム大好きです。この君たちはどう生きるかもストーリーは意味不明ですよね。これ万人受けしないでしょうね。海外でも上映するそうですが、反応がすごい気になります。でもこれはきっと意図的に意味不明にしてあるんじゃないかなって私は思いました。もともとの原作が少年少女に倫理考え方を教える本なんですよ。私も読んだわけではないので、この本を解説している話をちょっと聞いただけなんですけど、ざっくりと言うと自分で考えてみようっていう内容の本。すごい端折りましたけどなのでこの意味不明な物語、これはどういうことなのかを考えてみる、考えるために作られた作品だと感じました。監督も原作を読んで考えたことを踏まえてこの作品に盛り込んでいて、だからいつものジブリとは違う演出が含まれているんじゃないかな。そんな監督の意図を考えて探求していくのもよしだし、この物語に自分の人生をリンクさせて考えるのもよし。あのペリカンやばくないですか。長く生きてるとペリカンになったこともあるし、こしらえたことがある人もいるんじゃないかな。胸に刺さりますよねあれもちろんなんじゃこれ、全然面白くないよっていうのもよしです。考えすぎると頭痛くなっちゃいますよね。そうやって自分で考えた後、他の人がこの作品をどう見たかっていうのを見るのも楽しい。もうすでに考察とか私のように感想を言っている人はいて、それを見たらこういう解釈もあるのか、あ、こういう考え方もあるのかって分かって楽しいです。この作品 RRR と対照的だなって思いました。 RRR は誰でも分かるストーリーで、視聴者みんなに楽しんでもらおう、視聴者が好きなものをいっぱい考えて揃えたから楽しんでくれって感じの作品で、対して君たちはどう生きるかは、簡単にはこの面白さは分からせないぞ、どうだ考えてみろやって話というふうに私は感じましたどちらもベクトルは違いますが尖ってていいと思いますこの作品は今の早尾監督にしか作れない。でもこれを作ろうって決断したのがすごいっていうか、チャレンジャーっていうか、すごいですよねRRR が良すぎて他の映画もう見れないと思ってたけど、思いもよらない体験ができて、映画ってほんと楽しいな、改めて映画っていいなって思いました。まあでももう一回見るとしたら RRR と君たちはどう生きるか、どっちを見るって聞かれたら RRR かな